札幌市東区の札幌サトランドで開かれているのは、サツラクミルクフェスティバルです。このイベントは、生産者と消費者の交流の場として毎年開かれています。会場では、和太鼓演舞やよさこいなどの楽しいステージイベントも行われ、多くの家族連れでにぎわっています。また牛乳工場の見学では、普段は聞くことのできない製造担当者の話を聞くことができ、酪農や牛乳製造を身近に感じることができます。サツラクミルクフェスティバルは午後3時まで行われています。